塗料を、たくさん買ってきました。ガンプラ製作動画を投稿しています。ガンプラさんです。こんな感じにですね、カラースプレーを含めて、いろいろ塗料を買ってきました。ということで、今回ですね、この、機動戦士ガンダム G オリジンに出てきた、ガンタンク初期型ですね、こちらはですね、ちょっと全塗装で、制作していきたいなと思います。でこれまで、僕は全塗装で、ガンプラを作ったことはないんですけれども、今回初めて、挑戦したいと思います。で全塗装はですね、ちょガンプラ団の、まあ、これまでのコンセプトとはちょっと外れてしまうんですよ。コンセプトとしてはちょっとお手軽にちょっと一手間でガンプラ作ってみたらこんな感じになりますよっていうのをちょっと動画でご紹介してきたので、例えば墨入れとか、あとはつや消しスプレーかけてウェザリングマスターでちょこちょこっとこう着色するっていうぐらいの手間でだいたいこのくらいですよっていう感じのものを作ってきたんです。で、最近はですね、部分塗装とかそれでもやってたので、まあ、ちょこちょこ塗装にも手を出してたんですけれども、今回はですね、ちょっと全部塗装してやっていこうと思います。なので、ちょっとこれまでのガンプラ団の動画とはちょっと異なる感じにはなってしまうんですが、一応、ちょっと一手間で作りたいっていう人向けっていうか、いう、ガンプラ団の今までの動画と、あとは、ちょっとこう、模型制作にどっぷり浸かる、動画ですね。そっち方面にちょっと僕も興味が あるので、そちらの方面の動画っていう形で、今後はその、2種類の動画で、ガンプラ制作を進めていけたらなと思います。それで、一応こちらに並べた塗料はですね、一応買ってはきたんですけれども、これを全部使うわけではないので、今後塗料を使ったりとかいろいろ道具を使った場合は、その都度動画の詳細欄にですね、説明とかリンクを貼ろうと思いますので、それ今までも貼ってきたんですけれども、今後も同じように使った分の、塗料とか道具は動画のですね詳細欄に、ありますので、ちょっとその辺も使い出したらその辺これを全部紹介していこうかなと思います。それでは、こちらのガンタンクですね、ちょっとキットを切り出していきたいと思います。で全塗装するのも初めてですし、それを動画に撮るっていうのももちろん初めてなので、ちょっとどういう感じの動画になるかはちょっとまだまだわからないんですが、ちょっとですね、今までみたいに、この部分やりますとか手やりますとか頭の部分やりますっていう感じにはちょっとならないと思います。一旦多分ざっとパーツを切り出して全体的なこうバランスとか、多分仮組みとかも多少して、そこから、塗装をやってっていうような流れになるのかな、そんな感じになるかと思います。とりあえずパーツ切り出してみました。で一応これ全部ではなくて、なんて言うんでしょうね、関心部分ですね、関心部分と果たして言っていいのかどうかわからないですけども、下の部分ですね、下の部分の、パーツになります。なのでこの説明書の表記でいくと、この辺がボディーパーツですね。ボディーの部分。タンクの、腰から下の部分といったらいいんですかね。その部分になります。こちらがこう2つ合わせて、あとは、これが、左右の履帯をつなぐ、ジョイントのパーツですね。というのがあって、ここにこう、腰みたいなパーツですね。これがこう乗っかってっていう、こんな感じですね。で、この辺も全部この後ろについたり前についたりとかで、この、ボディ部分の、装飾パーツですね、こちらまでがこの部分ですね。で、あとはこの部分は全部、履帯部分のパーツになります。で、ここで分かれて、これが右側の、履帯のパーツ、こちら側が、左の履帯のパーツになります。結構パーツ多いんですね。で切り出すのはこの辺大変ですね。で立体のパーツはこういう感じにこう2つに分かれてまして、これを1つに合わせます。でこれで1つのパーツになりますね。で、横から見るとこんな感じですね。でこのここの部分が天輪の部分になると思うので、こういった、パーツをこうくっつけて差し込んでいく感じですね。こういう感じで、全部にくっつけると完成という形になりますね。だから結構単純な仕組みにはなってます。
で塗装するときはどうしましょうかね。まあこれは分けて塗装はした方がいいのかな。うん、まあちょっといろいろ考えつつではありますね。それではこちらのパーツはまだあのゲートから切り出しただけの状態なので、まあ、あの細かいゲート処理ですねやっていきたいと思います。まあ、ゲート処理をする様子とかは今まで動画にはあまりやったことがないので、ちょっと今までとは違った動画にはなりそうですね。ただ延々こうやってカッターで削ってるだけっていう動画になるとちょっとまずいので、この辺は少し編集はしつつにはなりますね。で今まで、まあ、ゲート処理ですね、ゲート処理は今まで僕はもうこれカッターで削るだけでしたね。まあ、本当はヤスリでこう鳴らしたりした方がいいんでしょうけども、やっぱりヤスリをかけるとですね、ヤスリでかけた跡が残ってしまうので、まあ、塗装しない人にとってはですね、ヤスリは本当は使いたいけどなかなか使えないものではありますよね。なのでこう切った後がちょっとこう白くなったりするんですけども、この辺は大体そうですね、このまま放置するか、つや消しスプレーとかウェザリングマスターでなんとなくこう隠すか、あとはもうあんまりこの辺が白くなるようだったら、もう同じような色でちょっとこうガンダムマーカーとかでちょっとこう塗装したりっていうことも今まではやってましたけれども、まあ、今回は多分ヤスリで削っていくことになると思います。デザインナイフを使ってゲート処理完了しました。それで気になるのがパーティングラインですね。この辺りも結構あるんですけども、ちょっとカメラでどの程度撮れてるかが微妙なところですが、こちらがパーティングラインですね。真ん中にちょっとラインが入ってるかと思います。この辺りですね、この辺りにちょっとラインが入ってしまってて、これはですねパーツを成形するときにどうしてもついてしまうこのちょっとしたラインですけれども、これを消したいと思います。で使うのが、こちらですね、ペーパーヤスリです。でこちらは、番号は1000番ですね。1000番の、ペーパーヤスリでこのパーティングラインをですねこう削って、こう綺麗に消していきたいと思います。でそれでゴリゴリ削るわけではないので、1000番ぐらいで多分いいんじゃないかなと思います。あまりこう粗い紙やすりを使ってもですね、逆にこうパーツが傷だらけになってしまうので、ペーパーやすりで削って、パーティングライン消すことができました。まあ、このくらい綺麗になればあとは塗装すれば大丈夫かとは思います。あと立体部分もちょっと気になるんですよね。こんな感じで、まあ、若干ではありますが、こう真ん中にやっぱラインがうっすら見えるんですよね。まあ、この辺もちょっとヤスリかけてた方がいいでしょうね。で普通の戦車とかだとですね、この上の部分ってあんまりこう見えない位置ではあるんですけれども、このガンタンクはですねこの部分がこう思いっきりこう外に出てますので、あれこの辺はこう普通に戦車作る時よりはちょっと神経質になってた方がいいかもしれないですね。こんな感じでですね、やっぱりこう思いっきりこう上の部分とかやっぱ見えてしまってるからですね、これはやっぱり多少この辺はちょっと神経質にパーティングラインも消してた方が無難かなとは思います。ヤスリがけ完了しました。結構時間かかっちゃいました。もうかれこれ1時間以上なんかシャカシャカやってたと思います。でちょっと時間かかった理由がですね、これパーツがこう結構凹凸があるので、そこで結構かかりましたね。でこのパーツが出っ張ってるところはですね、もうシャカシャカやれば普通に済むんですけれども、このパーツのちょっとへこんでるところがあるんですよ。横から見るとこの部分とか結構へこんでるので、ここはですねヤスリをもう折り曲げてちっちゃくしてこうやってたので、その分で、時間かかっちゃいました。この表面だけで良ければもう本当に何分かで終わる作業なんですけれども、このへこんでる部分がですね、これを一個一個全部やってたので、それが計4つですね。結構大変でした。で今回はですね、ヤスリがけでかなり時間を食ってしまったので、作業は、これで一旦止めて、次回はちょっとこれらのパーツを少し組み立てていきたいと思います。